アベンジャーズってね、見たことがある人とない人との間で情報の差が激しく違うんですよね。スーパーマンやバットマン、スパイダーマンなどのアメコミのヒーローですね、スーパーヒーローが大人向けの実写として映画化されるようになって、まあ大体今年でですね40年です。一番最初は1978年のスーパーマンですね。その後89年にバットマン。スーパーマンがね、やっぱねちょっとヒットして続編できたんですけど、その後ちょっと休憩に入っちゃって、89年にバットマンがあって、スパイダーマン遅れて2002年ぐらいからスーパーヒーローが大人向けとして、ね、実写化されるようになりました。2008年にアイアンマンもですね実写化されたんですけど、その系統の映画かと思ってたんですよ正直。しかしこれマーベル社が自己負担で出資して自社にマーベルスタジオというスタジオまで作っちゃった大プロジェクトの第一作だったんですね。言っちゃえば集英社がジャンプのアニメを作るためにジャンプスタジオっていう専用のスタジオをまるでスタジオジブリみたいに作ったという状態を考えてください。マーベルコミックに登場するキャラクターをクロスオーバーさせて映画のシリーズを作ってしまうと、いわゆるスーパーロボット対戦とかファミコンジャンプみたいなもんですね。そういうふうな企画だったんです。とにかくすごい金をかけてマーベルスタジオというのを作ってですね、大真面目に大人向けの実写としてですねスーパーヒーローを作ったと。一番最初に作ったのがその2008年のパワードスーツもののアイアンマンです。緑色の巨人に変身するハルクですね。その次が北欧神話の、まあ、神様マイティーソー。このあたりから難しくなってくるんですよ。マイティーソーって神様だからほとんど無限の力があるんですね。それと単なる緑色の巨大化といってもですね人間の2倍程度になるハルクとですねいい感じで勝負するようにしなきゃいけないんですね。あとですね、第二次大戦の宣伝用のゆるキャラとして登場したキャプテンアメリカですね、これを1年代わりぐらいで出し始めました。これですね、それぞれがめちゃくちゃ出来が良かったんですよ。特にキャプテンアメリカの出来が良かったです。僕今ちょっとゆるキャラって言ったんですけど、なんでかっていうと、それぞれねバラバラの作品とまとめる役割なんですね。キャプテンアメリカが始まったのが1941年だから、本当に第二次大戦が始まるか始まらないかの頃なんですけど、その頃のコミックスの中にある正義感とか世界観っていうのをちゃんと21世紀の現在に通用するようなお話にしてるんですね。めちゃくちゃねバランスがいい。僕はキャプテンアメリカでいわゆるマーベルのスーパーアクションの映画っていうのはちゃんと芯が通ったなというふうに思っていました。ここまでの5作品をまとめて2012年に映画アベンジャーズっていうのができます。これがそのマーベルのいろんなヒーローが一緒に出てきますよという映画で、ラストのニューヨーク決戦までもうノンストップアクションなんですね。これがやっぱめちゃくちゃヒットしたわけです。以後このパターンが基本になるんですよ。まず各ヒーローのそれぞれのエピソードが積み上がっていて、例えばキャプテンアメリカ2とかですね、アイアンマン2、3とか積み重なっていって、その中に新ヒーローが登場する新しい映画っていうのがあって、それをまとめてアベンジャーズ2です、アベンジャーズ3ですっていう風に作りっていきました。全体的なですねキャラいっぱい出てくるんですけども、基本的には理想主義者であるキャプテンアメリカと現実主義者のアイアンマン、この大体物語だと思っとけばあんまり見失わなくて済みます。キャプテンアメリカっていうのはいつも戦うべき理由と戦うべき相手っていうのからずーっと目を離さないんですね。基本的に理想主義者ですから。それに対してアイアンマンっていうのは新人勧誘とか世間との調整っていうですね、割と現実主義者的な立場を取ります。こんな大体流れだと思ってください。アベンジャーズね面白いんですけど、これまでどの作品を見とかなきゃいけないかとか抑えなきゃいけないことが多すぎるんですよね。今回のこのインフィニティをもう無限の戦いというふうにはったりかましまくるから、こういうの俺たち日本人聞き飽きてるんですよ。毎年毎年ねポケモン映画来てね、ポケモン究極の敵がとかねそんなの言われて俺らもう究極の敵飽きたよ。何がインフィニティだと思ったら今回見たら確かにインフィニティウォーだったんですよ。今回アベンジャーズの3です。1とか2とか3とか言ってくれるんです。今回アベンジャーズ3です。3に行く前にさっき言ったように各話数っていうのが出てきて第3シーズンってやってるんですね。これがもう大忙しなんですよ。キャプテンアメリカ3ではですねアベンジャーズチーム2つに分かれてですね喧嘩です。シビルウォー、市民戦争、つまり南北戦争っていうサブタイトルがついてるぐらいですから大喧嘩です。ドクターストレンジっていう無敵のですね魔法使いが出てきます。ドクターストレンジっていうのは徐々に出てくる絶対勝てないスタンド使いだと思ってください。時間まで操るからこんなもんに勝てるはずがねえよっていうやつを出します。お笑い担当のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーがあって、やっとシリーズに参加できるようになったスパイダーマンがですね出てきます。マイティー・ソーはその前のシリーズですね封印されていたお姉さんが出てきて、お姉さんがなんか髪の毛こんなんで出てくるんですけど、モデル歩きしながら歩いてきて次々とですね敵を倒すっていうですね、これ真面目に見ていいのか笑っていいのか、とにかくかっこよすぎて笑えるんですけどっていうようなのがガン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 出てきて、黒人ヒーローのブラックパンサーはですねもうあまりにヒットしてタイタニック抜いてですね歴代の映画公開の3位
につけたのかな、タイタニックを抜いたということで有名になりました。ということでもう万全の準備です。今回のアベンジャーズインフィニティウォー3ではですね、これら全てが活躍して、おまけに最初のシーズンからずっとさあこの悪役いつ出るかいつ出るかと言われたサノスってやつが悪役で出てくるんですね。おまけにこのサノスが映画の中で悪役の歴史を変えてしまうような描かれ方をしていると、だいたいこんな感じです。